のも同じような感じなんですけどね、はい、さあ次が勝負球になります。抜いてこないですね、なかなかですねここで抜くか、ちょっとこれは低め外れました。ショートバウンド、今のはチェンジアップなのかなでしょうね。そうですね、その前に自分の中で多分引っ掛けたっていう感じで甘いボールだって思ったので今のボールになったんですね、もっと低く投げよう、で押さえつけるような形になりましたので、まあ、要所ではやっぱりところどころコントロール、ね、しきれない部分もまだあります。さあ二塁一塁、ランナー自動スタートのカウントになりました。勝負球どう来るか、低めすくい上げた、レフト上がったぞ、浅村打球、最後はレフト見送った、浅村のホームラン、スリーランが出ました。貴重な追加点です。埼玉西武ライオンズ浅村第12号のスリーラン、大きな菊池雄星の援護点にもなりました。中盤の追加点、今ホームイン、やはりチェンジアップを続けて、そのチェンジアップが全部引っ掛けて逆球になってましたね、最後の1球もやっぱそう打ち寄りに、一番浅村のバットが出やすいところにボール来ましたよね、あそこ好きなところですからね、浅村のホームラン1ヶ月ぶり8月16日以来という実は久々のホームランでありました。まあ浅村も気持ちいい感じに振ったかもしれませんが、このスリーラン大きいですね。いや大きいですよ、ここでヒットじゃなくホームランが出るってのは大きいですよね、はい、山田はあと一歩という勝負球でちょっと苦しみました。